はい、皆さんこんにちは。本日はですね、宮川さんから出ておりますこちらの囚人パクト、こちらちょっとご紹介させていただければなと思っております。まあ、実際にですね、今回ちょっと使ってみて、まあ、どれだけの効果があるのか、まあ、これはちょっと実際にですね、皆さんに見ていただければなと思っております。じゃ実際にちょっと作業してみましょう。じゃあまずはですね、まあ、今回こちら用意したので、まずは囚人パッドなしで、なしで、まあ、どれぐらいちょっと粉塵が出るのか、はい、実際見てみたいと思います。よいしょ、いきますよ。垂れ流し、斜めになってる。そうですね。ここ、まあ、この部分と、まあ、全然今実際開き切ってはいないんですけど、まあ、その段階でもこれだけのやっぱ粉塵が現場ではどうしても出てしまうということですね。はい。じゃあ続いて、囚人パッドを使った場合どうなるのか。まあ、もう見ていて分かる通り、もう全然やっぱり、この飛散具合が、全然違うかなとか、はい、見て分かるんじゃないかなと、はい、思います。はい、それでは実際に作業してみました。で、まあ、そうですね、囚人パッドを使った場合と、まあ、使わなかった場合両方、今回、撮影させていただいたんですけども、まあ、やっぱりこの囚人パッドをつけた状態だとやっぱりどれだけその粉塵が出ないかっていうのは、まあ、皆様にも多分一目瞭然だったんじゃないのかなと思っております。で、あと、まあ、気になる、ラインナップなんですけれども、まあ、お使いのコアドリルの、まあ、径によって、まあ、大きさも5種類、全てございますの で, で、まあ、そちらを選定していただくのと、あとはその5種類全てに、まあ、天井そして壁に張り付く、まあ、囚人機の性能がですね、一応まあ 1000W 以上の、まあ、囚人機を使うようにということで、はい、メーカーさんも推奨しておりますので、そちらの点だけちょっと皆様にも、ご注意いただければなと、思っております。はい、それではですね、今回宮永さんから出ております、囚人パッド、こちらのご紹介をさせていただきました。本日はありがとうございました。